人しかいないのではって。あの、カナタソがオバタソに、私は基本的に、あの、この VTuber という活動を人生をかけてやっていきたいと思ってるんで、で、その間に、ずっといらないって思ってるから、あの、オバタソになって、なって、もう本当にオバタスをシワシワになってから、さあ、そろそろ引退かの、じゃあ結婚するかのってなった時に、あの、残ってる、今いる平民の中で、残っている人がいて、じゃあわしとしてくれっていうことになったらよろしくお願いします。オバタスをでもいいよっていう人が、その時にいたら、よろしくお願いしますということで。ロマンがある、確かに。あの時いたんじゃよって。え、じゃあ、その時にさ、僕がさ、あの、引退配信をさ、オバタソになってした後にさ、このさ、あの、今さ、このチャンネル登録何日目までの人だけコメントができるとかってのがあるじゃん。あれでさ、今日まで遡ってさ、今日コメントしてたさ、おじいちゃんを探そうかな、そしたら。今日までにチャンネルを登録した人か、コメントっていうか、今日までにチャンネルを登録した人から、わしと結婚してくれる人おるかのって言って探そっかな。ちょっとメモっとくわ、じゃあ。おばたさんなんて結婚相手も今日までに登録してくれた人か探すね。2022年の5月15日までに登録してくれた人の中から探すか。すげえタイムカプセルなんだけど。カプセル。50年前から押してましたとか、エモい。だね。50年前から押しててくれた人なんてさ、多分さ、これから出会うさ、あの、男の人よりよっぽどカナタスのこと知っててさ、よっぽど知ってて、いいとこも悪いとこも全部知った上で、それでもさ、好きやでって言ってくれる人だよ。その人じゃダメなことなくね？って思うわ。